こんにちは、翔太です。今回なんですけど、新しいですね、生後状態と特殊状態が来ておりますので、そちらについて見ていこうと思います。罪悪は来てないですよね。来てたわ。まず一つ目ですね、罪悪、制裁状態、制裁罪悪っていうのが追加されるみたいです。で、余ダメージが減少なので、まあ、罪悪状態ということで相手につけるようなものになっているので、まあ相手からすると攻撃力を下げられるというふうな感じですね。で、残りターン数が本状態のターン数以下の特殊状態が効果を失う。お？これは来たんじゃないですか。1ターンの攻撃状態であったり、まあ夢中とか、まあそんな感じのですね、1ターンだけの白バフをついに無効化してしまう。効果を失うなんで、多分解除するわけじゃないと思うんですけど、効果を失うだけですね。で、最大4ターンまでと。まあこれが何ターンで付与されるかによるんですけど、まあでも、まあそうですね、まあこの制裁罪悪は解除されるようなものになりますんで、まあ、それが解除されてしまうと、また復活しちゃうんですけど、これがある以上は基本的には、ターン以下なんで、まあ、例えば利子の、講義なんかは1ターンしか表示ないので、まあどんなターン数であってもこの制裁状態があれば無効化してしまうことができる。いやー、ついに利子対策来ましたね。まあ、このキャラクターがどれぐらいですね、敵に罪悪、この制裁罪悪をばらまけるのかっていうところですね。あの、利子に付与、まあ、そのキャラクターにピンポイントで付与しないと意味がないと思いますので、まあ、きちんとですね、まあ、そうか、まあ、白バフのターン数も、まあ、例えば4ターンで付与できるなら、結構な範囲ですね、白バフ無効化できるかなと思いますので、これはすごいな。ついに来たって感じです。で、聖護もなんかあったんですよね。聖護。あ、これです。信用聖護っていうのがあって、状態上耐性が増加っていうところで、まあ、このキャラクター自身に聖護状態、この信用聖護によって状態上耐性がまあ付与されるというふうなところみたいです。で、さらに毎ターン行動前自身の異常状態を1つ解除と、まあ、これがどういう順番で解除できないものは後からに回してくれるのか分かんないですけど、まあ、異常状態を、まあ、毎ターン解除しながら行動できるっていう風なものになりますんで、まあ、これは自分に付与なんじゃないかなと思います。味方陣営に付与はさすがに強いかなと思いますんで、いや、あるか。でも状態上耐性だけだったら全然蓄力とかもあるから、まあ、パーティー全体に付与かもしれないですね。まあ、それならかなり強力かなというふうに思います。で、特殊状態で、まあ、何の職業のキャラクター来るか大体分かっちゃうんですけど、トキンっていうのが追加されていて、まあ、受けるダメージが減少、まあ、いつものように 50% カットとかかなと思います。で、敏捷値が増加と書いてあるんで、まあ、基本的にはですね、まあ、この開口と似たような感じですよね。まあ、敏捷値が増加するとのことで、弓章が来るのはもうほぼほぼ確定かなと思います。まあ、なので、まあ、弓章で、どこなんだろうな。まあ、弓章でクリティカルを生かさないで、利子対策をしたのが、K だったと思うんですけど、こちらのキャラクターは、まあ、多分先ほどのですね、制裁状態によって、制裁罪悪によって、まあ、攻撃を無効化して、もクリティカルでガンガン殴っていくっていう風な感じのキャラになるんじゃないかなと思います。で、会心攻撃が発生するたびに残りターン数がプラス1されると。まあ、最初5ターンとかで入って、さらにプラス 1ターンとか伸ばしていって、敵に致命傷を与えるたびに残りターン数がプラス2されて、最大10ターンまで伸ばせることができるというふうなものになっておりますので、まあ、ターン数伸びるので、まあ、多分2ターンぐらい消費しながら致命ダメージ無視とかするんかなというふうには思いますね。まあ、かなり強力かなというふうに思います。まあ、噴射とかもうまくいけば、あの、無効化することができれば、そもそも燃焼解除できるようになったりとかもすると思うので、それはちょっとないか、でも。まあ、最大制裁が4ターンまでなんで、まあ、4ターンで付与したとしても、4ターン以下にはなかなかならんかな。まあ、後半戦になってくるんかなというふうには思います。いや、でも、ついに、まあ、まあ、直接的にですね、まあ、これまで、まあ、間接的に利子対策してきたキャラクターは何体かいたかと思うんですけど、まあ、ついに直接的に利子対策してきたなというふうに思います。まあ、この制裁罪悪が、まあ、スキル1でばらまいてほしいですよね、できれば。どれだけばらまきやすい
キャラクターとして来るかっていうところがポイントかなと思いますので、まあ金曜日のキャラクター楽しみにしていようかなと思います。でも金曜これだと結構強めな読み書来ると思うんですけど、来週の火曜日はそれはそれで次回反響の日なんで、どうなるんかなっていう風な気持ちもありつつ、ちょっと強力なキャラクターがポンポンと来る可能性はありますね。まあ、だから今週かなり控えめな俵トータ州、俵トータじゃないわ、核挙兵州なのかな。うん、レオニーダスは半端なかったですけどね。はい、まあちょっと次と次の次はかなり強力なキャラクターが来そうっていう風なお話でした。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。